地方競馬、地方競馬探検隊。地方競馬の情報発信基地、クリック地方競馬、地方競馬探検隊、ナビゲーターの浅野康則です。4月も中旬を過ぎまして、各地では3歳三冠戦線がスタート。その他の菊水賞はすでに行われましたが、各地の戦いは5月30日からスタートするダービーウィークへとつながっていくということになります。まあ、しかし一昔前までは各地の競馬場へ参戦するにも、まあ、ワクワクドキドキしながらもなかなか様子がつかめずに最終レースになってしまうなんていうことを結構あったかと思うんですけれどもね、今は予習をしてから行けますからね。各地のレース、その現地に行く時に備えてというつもりで参加してみるというのもいいかもしれませんね。これから間もなく大型連休を迎えるということになります。各地への遠征計画決まっているでしょうか。さあ、それではこのコーナーから参りましょう。クリック。先週の重賞ウィーナー。まずは重賞レースの勝ち馬一覧をご覧いただきましょう。先週はご覧のレースが行われました。それではウィーナーをご紹介していきましょう。15日木曜日、名古屋競馬場では北陸、東海、近畿、中国地区交流の東海桜花賞が行われました。勝ったのは単勝 1.1 倍の圧倒的な支持を受けた笠松のマリオフェニックス。道中中段追走から直線入り口で先頭に立ち、最後は後続を引き離しての圧勝となりました。栄新サンディ3区のマリオフェニックスはこれで通算14勝目、重賞は昨年の姫山菊花賞以来となる9勝目となりました。19日月曜日、水沢競馬場ではグランダムジャパン3歳シーズン第2戦、地方全国交流のブス杯日高賞が行われました。勝ったのは断然の人気を集めた笠松のエレーヌ。道中は後位を追走し、ゴール手前で先に抜け出したコロニアルペガサスを捉え突き放しました。筒井雄介騎手が騎乗したエレーヌはこれで通算6勝目、重賞は3勝目となりました。なんと笠松勢上位独占です。まずは2つのレースをご覧いただきました。15日の木曜日に名古屋競馬場で行われました東海桜花賞、断然の支持を受けたマリオフェニックスが人気に応えて5馬身差の圧勝を見せましたね。昨年のこのレースでは4着で、柿つばた記念も4着だったんですよね。ということはこの次のレースはという期待ができそうですよね。次走にはかなりの注目が集まりそうです。そして19日の月曜日に水沢競馬場で行われたルスハイ日高賞、笠松から4頭の遠征がありましたが、人気は笠松のエレーヌが1番人気、2番人気は地元のダイメージエリー、そういう形でゲートが開きましたが、終わってみれば笠松勢の 1,2,3,4、 タフさを生かした馬たちの上位独占となりました。これでグランダムジャパン3歳シーズン第2戦を終わっての得点状況は、エレーヌとコロニアルペガサスが15点で1位で並んでいるという状況になっています。以上、先週の重賞ウィナーでした。プレイバック GDR。 プレイバック GDR、 今回は14日の水曜日に船橋競馬場で行われました牝馬限定の G3 マリンカップをプレイバックします。出走馬はご覧の13頭。一番人気は前走ボバを相手に名古屋大賞典を制した JRA のラベリータ、2番人気は3連勝中の JRA K.I. ガーベラ、そして3番人気には GDR 連勝中川崎のゆきちゃんが続きました。収まります。これでゲートイン完了。スタートしました。まずは内の方、3番の KG 富士いいスタートでしたが、かわして6番東方ドルチェ、そして内から1番 K.I. ガーベラ行きました。 K.I. ガーベラ逃げたのは最内枠、2番人気の K.I. ガーベラ、2番手に4番人気 JRA の東方ドルチェ、3番手には3番人気のユキちゃんと人気馬が前を固め、1番人気のラベリータは中段あたりを追走して2コーナーからバックストレッチへと入っていきます。
先頭は1番 K.I. ガーベラ、後続を振り切りました2馬身半のリードで先頭です。6番東方ドルチェ2番手、そして外から4番ユキちゃん3番手、この2頭が前との差を詰めていきまして3頭1段になりました。4番手の外から8番ラベリータ上がっていきます。内には13番のダイアナバローズ並んでいます。2馬身差で2番クロスウォーター、あとは固まって10番タカヒロチャーム、外から11番パリスエトランゼル、その後に東北美人、少し切れてワールドレデー、後ろのグループは離れました。9番の KS ブーケ、そしてその外から上がっていこうというのが黄色い帽子7番のオグリオトメ、新刈りから3番3、4コーナー中間地点、逃げる K.I. ガーベラの外から東方ドルチェユキちゃんが並びかけ、その後ろでラベリータが前をぴったりとマーク。この4頭が後続を離し最後の直線の攻防へと入ります。ラベリータ4頭1段直線コースに向きました。内が1番 K.I. ガーベラ、真ん中が6番の東方ドルチェ、外が4番のユキちゃん、3頭の追い比べ、そして8番のラベリータ、内から2頭目を突こうというところ、この狭いところを狙っている。前はわずかに東方ドルチェ先頭、内からラベリータ、ラベリータが東方ドルチェに並んでくる。ユキちゃんは3番手、ラベリータ東方ドルチェ並んだ、ゴリ大接戦。最後は花さの大接戦となりましたが、その争いを制したのは4番人気の東方ドルチェ、2着は1番人気のラベリータ、そして3着には3番人気のユキちゃんが入りました。それでは見事マリンカップを制しました C 広文騎手のインタビューをお聞きください。道中はですね、前に逃げていた馬、そして横には白い馬がずっとつくような感じで終始真ん中に挟まれているような感じでしたが、あのあたり雰囲気は、馬の雰囲気はいかがでした？今日はちょっと最初は鼻でも切ろうかなと思ったんですけど、あのうちの敬愛がね、秋山君の方がおそらく行くだろうと思ったんで、まあ2番手でね、うまいこと折り合いもつきましたし、はい、そうですね、あともう多分ユキちゃんとあと岩田君の馬がね来るだけだと思ってたんで、まあその馬にまくられないようになるべくもう早めからスパートしようと思ってたんで、いやもう最後僕のもいっぱいいっぱいで止まっちゃったんでね、最後岩田君のすごい足来たんで、ゴール瞬間はもしかしたらかわされてるんじゃないかなと思ったんですけど、まあよかったです。はい、それほどこの距離に実績ありませんでしたが、マイルぐらいの距離でも問題なさそうですか？そうですね、やっぱり小回りの競馬場なんでね、乗り方一つでうまいことごまかせられるんで、はい、よかったです。ファンの皆様に一言最後にメッセージ改めてお願いします。そうですね、僕はこの船橋でね受賞を勝たせてもらったの本当久々なんで、今日ちょっと来る途中も道どこだったっけなってちょっと分からなかったんですけど、はい、またスッとまっすぐ来れるようにまた来たいなと思います。はい、勝った東方ドルチェはサウスビグラス3区という決闘、そして前回出走したマイル戦では13着に大敗していた、そのあたりからやや離れた4番人気だったんですが、最後の粘り腰は見事でしたね。小柄な体ですが息っぷりはよく、地方競馬場のコースやレースが合っているのかもしれません。さて断然人気のラベリータですが、今回もゲートがあまり良くありませんでしたね。それでも実力は確かなことはもう分かっているんですから、次にまた改めて注目ということになりそうですね。そしてユキちゃんも今回は休み明けでしたから、次は前進が期待できることでしょう。以上プレイバック GDR でした。ジョッキーズボイスのコーナー、ちなみにこのコーナーの第1回目は船橋の石崎隆之騎手だったんですよね。ということで、では全然関係ないんですけれども、今回は石崎隆之騎手の息子さんにあたります石崎俊騎手です。石崎俊騎手、3年前の羽田杯をトップサバトンで勝利して、南関東のクラシックを制覇していますよね。船橋競馬場のパドックには目標は父という応援幕掲げられているんですよね。さあ、その石崎俊騎手、どんな声が聞かれるんでしょうか。ご覧いただきましょう。ジョッキーズボイス。きっかけは、まあ、ちっちゃい頃から馬乗ってたんで、まあ結構親も同じ仕事だったんで自然な流れでなりました。このデザインは、まあ、最初は青一色でっていう申請出したんですけど、ちょうど同じ時期に坂井忍騎手がの方がちょっと早くその申請出したんで、でそれでまあ通らなかったんで、でまあ親のたすきっていうのをもらって
でこのデザインになりました。デビュー前とかずっと竹とか騎手とかちっちゃい頃から見てたんですけど、まあ、この世界入ってからはそうですね、三河本騎手とかはすごい見えてますけど。まあ心構え、そうですね、展開とかそういうのはまああらかじめ頭には入れておくんですけど、まあ気持ちとしてはまあとりあえず落ち着くようにはしてます。はい。いや特に弦はあんま担がない方ですね。はい。まあ得意なのはまあ好意とかで、まあ自然と流れに乗るっていうのがまあ一番好きですけどね。はい。そうですね、やっぱ船橋競馬は地元なんで一番乗りやすいっていうのはありますし、距離だとやっぱり一周回る競馬の方が短い距離よりは好きですね。あんまり結構早いね展開だとちょっと難しいとこもあるんで。はい。あ気になりますね。やっぱり結構ファンの人って分かってると思うんですよね、結構そういうのは。で、あこの馬意外と人気あるなって思うとやっぱチェックしたりはしますけどね。はい。あ差はありますね。やっぱ人気馬の方がまあなんていうんですかね、乗ってて楽ですよね。速い馬がやっぱ人気になるんで、うん、単勝とかでもう1倍台の馬とかだと大体ね結構気持ち的には楽ですよね。はい。そうですね、やっぱ最初に競馬場の世界入ってまだ騎手の前なんですけど、ずっと調教とかしてた東進ブリザードとかはやっぱ思い出に残ってますね。レースとしたら、うん、やっぱ重賞レースで、うん、自分でも結構うまく乗れたかなって思ったレースはベルモントノーバーで勝った東京シンデレラマイルですかね。そのレースがやっぱ印象残ってます。三河本さんですね。はい。かつてはお手本にしてたけれども今はライバルと。まあ、そうですね、とっても上手だと思います今でも。はい。三河本さんの上手いところってどの辺も変なんですか。やっぱその技術的なもんとかそういうなんですかね、体の柔軟性とか使い方、馬に対するあたりっていうのはね、そういうのはすごいいい見本になるかなと思います。まず一つ馬の技術としてね言うとしたら、やっぱりこう馬の上でまあ、ブレないことっていうのは一つあると思うんですけど、あとはそうですね、レース展開とかそういう意味だとやっぱ焦らず、まあ、我慢が効けるかっていうね、流れを読んで仕掛けのタイミングとかそういう面ではがまあうまい、なんて言えばいいのかな、まあそういうとこだと思いますけど。はい。まあ、折り合いって馬との折り合いっていうよりかは馬とレースの折り合いだと思うんですよね。そのレースによってのペースがあると思うんで、うん、そのペースのリズムに馬がを合わせてあげられることができるかどうかが折り合いだと思いますけど。まず展開を読まないとダメなんじゃないですかね。自分で速いと思っててもうこう仕掛けて馬に行く気にさせちゃった時に、いざレースが遅かったりするとやっぱりそこで馬は速いと思っててもレース自体が遅いとそこで折り合い書いちゃいますし、こう自然と馬をレースの流れに乗せてあげるようなレースにしないといけないと思いますけど。
まあそうですね、そういう、まあ、合図ですかね、やっぱ最初に。それですんなり反応してくれる馬だったら、もうあとは邪魔しないように追ってくるだけですけどね。まああとこうバテたり、最後仕掛け早かったりしてバテた時とかは、まあなんとかこうハミをかけてしっかり追ってくるようにはしますけど、はい。あまりしないですね、はい。ああ結構なんだろうな、ゴルフとか行けますけどたまに、はい。好きな言葉ですか、適当です。一番難しい質問ですね。なんだろうな、自分だとあんま自分のことよく分かってないんですよ。はい。適当ではないですか。いや結構適当です。はい。ああ難しいですね。重賞勝った時とかは嬉しかったですけどね、すごい。はい。馬に乗る人。馬とは、うん、まあ考えられないですね。仕事。船橋競馬場の石崎です、今まあ頑張ってますけど応援よろしくお願いします。青地に白色のタスキ、着実に存在感を増してきていますよね。石崎といえば、まあ、競馬場にいらっしゃる皆さんの間ではやっぱり石崎といえばお父さんの方で、石崎俊騎手のことは俊と呼んでる人が多いんですけれども、その石崎という名前、これがお父さんではなくて俊になる日、これを目指してぜひぜひと成績を積み重ねていってもらいたいなと思います。以上ジョッキーズボイスでした。地方競馬トピックス、地方競馬トピックスのコーナー、まずは先週の地方競馬に関するニュースをご紹介しましょう。16日金曜日、愛知の山本茜騎手が名古屋競馬第3レースをラインラピッドで勝ち、地方通算200勝目を挙げました。レディースジョッキーズシリーズで2度の女王に輝いている山本騎手、デビューからおよそ4年半1786戦目での記録達成となりました。鞍上山本茜騎手、地方通算200勝達成になった模様です。山本茜騎手1786戦で200勝ですから、勝率ベースで考えても結構いいですよね。これから先もますます勝ち星を積み重ねてくれることを期待しています。変わりまして、今週各地の競馬場で行われるファンサービスやイベントの情報です。水沢競馬場では24日土曜日から26日月曜日までの3日間、桜並木を一般開放いたします。150本を超える桜の下で熱戦をお楽しみください。大井競馬場では21日の水曜日にミスターピンクとひまわるのライブステージなど、ご覧のイベントが行われます。名古屋競馬場では23日の金曜日に海と山の町羽津町の物産フェアが実施されます。では最後に各地の重賞競争のラインナップをご覧いただきましょう。21日水曜日、大井競馬場では南関東三冠第1弾の羽田杯、25日日曜日、帯広競馬場では万栄競馬今年度最初の重賞万栄十勝オッズパーク杯、同じく25日佐賀競馬場ではグランダムジャパン3歳シーズン第3戦地方全国交流のル・プランタン賞が行われます。各地の熱戦にどうぞご期待ください。以上地方競馬トピックスでした。
水沢競馬場の向こう上面にはいい桜並木があるんですよね。画面上ではあまりしっかりとは映らないんですけれども、この時期は現地に行くと本当にいい景色になっています。東北の桜といえば弘前城、角野立、北上の天正地と、これが三大桜の名所と言われているんですけれども、水沢の向こう上面も大々的に売り出してもいいんじゃないかなというふうに思うんですよね。今週末の桜並木の開放、大盛況になることを期待しています。それでは次回もお楽しみに。地方競馬のことならクリック地方競馬に、レッツクリック。